皆様をお待ちいたしております。それだけでございます。強制とかは一切しません。ただこういう大道芸少しでも楽しんでもらえてすごいなと思ってもらえたら、そこはもう気持ちで結構です。集まっていただいた人々のお気持ちを最後できるだけ具体的な形に変えていただきまして、たる仲間でご協力をよろしくお願いします。できれば折りたたんでよろしくお願いします。ありがとう。大きく出たね。いやいや、わかりました。じゃあね、ほんと楽しかったよって気持ちよく1000円以上持ってきた方、もしいらっしゃったら、我々それほんと嬉しいんで、今日ね、さっきも使ったルービックキューブたくさん持ってるんです。じゃあ、こうしましょう。1000円以上につき、キューブを1つプレゼントさせてもらいます。もしよかったらね、受け取って帰ってください。結構いいですよね。最後はね、バッチリ。あ、なんか取れやすい。取ります。ゴー。あ、ちょっと、マジだ、これ。集中していこう。おいおいブルーペン、よし、キャラデーブ、そして転換、あーマジか、オッケーオッケー、よっしゃー、いいか、いや、まずちょっと練習します。頼むな。一本だけ、これよしよしよし、続いて二本、うおOK です。じゃあポロカウントから。 OK、 よっしゃ。それではラスト、いっきます。ちょっと待って、あ、ごめん、ちょっと待って、僕たち動けないんで、もし動けないんですに黒いシャツでナイキと書いてる服を着てる方いらっしゃったら、ちょっと拾いに来てもらっていいですか。日本人じゃなかったかもしれない。誰でも、誰でもいいんだ。じゃあお兄さんお願いします。急ぎで、お兄さんお願いします。おじさんいいですね。一本持って上に上げてください。お兄さん向こうです。ありがとうございます。本当に大きな拍手をよろしくお願いします。はい、優しい人で大変助かります。ありがとうございます。優しいな。お兄さん今日何回か出番があるかもしれないんで、もうスタートの構えで待ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジで風が強いんで集中してやらせてください。ラスト2カウントでいこう。それではラストいきます。よっ、3、2、1、よっしゃ。ありがとうございました。やりました。本当にありがとうございました。ちょっと待って、いいですよ、まだこれ終わりじゃないですからね。せっかく残ってる皆さんに私の方から一つ大事な話をさせていただきます。一旦おりますね。あと一つだけお伝えしたいことがございます。さっきも言った通り、我々はこの芸一本で16年生活をしています。ただ大道芸ってね、本当に何回やっても特に形に残るもんじゃないんですよ。でもやっぱりショーが終わった後、お客様に温かい声をかけてもらって、実はこの間も天保山で見たことあるよ、またまた東京でも見たことあるよ、そういう声をかけてもらうと、我々のこのパフォーマンスを通じてやっぱり